あれなんかいない？ガッタさん、しちゃいけない方がモザイクしなきゃいけん。モザイク、モザイクしなきゃいけん。モザイク、モザイクないと。これちょっとモザイクして、メダイ君、メダイ君モザイクして。モザイクする、待って。早く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 。おい。モザイク扱いするな。まさかクリスツブさん。はい。見せてくれるんですか。何を。青にリベンジをサンドバッグになれっていやでも次こそはいけるかもしれん。いや確かに、いややめとけやめとけやめとけ、仕込んでくるで、はい入っとこう。本当にいける。あ、なんか入ってきた。この人鬼にしてサンドバッグにしようぜ。いやちょっといいわ、それはいいか。目立つとちょっとコメントされちゃうから、本当に愚痴そぼになったらおもろいな。いやー、今日は見せますよ。見せますか。見せましょう。せーの、はい。どりゃー。あれ？どうした？強制参加させられた。あー、おめでとう。はっ、来た。お、勝ったでしょこれ。え？なんかすごいのもらった。勝った。ちょっと戦ってくるわ、青鬼と。ナイス。やってくるあいつ。お、なんかすごそうな持ってる。おら、無敵。無敵？俺は持ちたい。俺は持ちたい。え、これ勝てる？勝てる？勝てる？は？片岡にもあげるから戦ってきて。本当？うん。ちょうだい。今勝てるわけないっていう話出たのに。勇者だおよ。あ、強そう。なんかかわいそうに囚われてる人がいる。救ってあげたい。あ、救えた。ありがとうわ。水流せば動けたりしない。あいちゃあいちゃちゃん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 。コンタミを名前にするなら何？グッズを。どういうこと？コンタミを中二にするなら何？もうやめろその雑な振り。やめとけやめとけ。出るやんすぐ。お、じゃあ早速頼みますよ。あ、取れたハギ。うほーうほ。なんだろうな、コンタミは。いやもう元からかっこいいからちょっとね、名前の付けようがないね。うん、じゃあ俺はかっこよくなかった。つら。そういうわけでは。まあうちにはレウクラウドがいるから、史上最強にかっこいい。初めて聞いたけどなんかかっこいいじゃんレイクラウド。なんかいつも意味わかんないって言われるから誰にそんなひどいことがあるのか。まあ誰がそんなひどいこと言うの。まあよくなんかボソッと言ったネタなのに何それっていう誰がまあこの辺にしておこう。ああ気をつけろ。それよああこれか。いやー行きたいなーこれ、せっかくだから。これ多分ね行くよみんな。これ多分奥まで行くよ。見てて。はっ、ほらな。なんかかぶってる。いけそうは。おいおい、できるか。飛べ。おお、行きました。やるじゃねえか。よみがえる。じゃ、はい、お酒に行ってくるぜ。いやーもう本当にすまん。ラッティー、ラッティーはよみがえる。何度でも待ってた。お、なんかチュートリアル的な方が。あ、本当だ。あラスボスいたよ。ラスボスラスボスだったお前顔が。何？ギャー、これ誰これ。これ誰なの？ムジュラの顔。あ、ムジュラか。あ、お前顔が。あ原作未プレイ。なんもわからんネタが。ねえ、わからん。解説頼むわ。月が怖いやつでしょ。あ、あれね。落ちてくるのね。トゥートゥー、トゥートゥートゥー。見せてくださいよ、立ち回り。違うわ、これ。ゼルデンの歌なんだっけ。それー頼むレウさん、ちょっと BGM。BGM むちゃぶりすぎる。その曲使えないからさ、本家は。ああ、そうだろう、ね。はい、3、2、1。きたー。きた。うわっ。ちょっと下手なベースがおいハイラル高原のやつで頼むじゃん。ハイラル高原そんなだっけそんなだっけああもう本当にプロゲーマーすぎる。何度でも蘇る状態。すごい本当に強いな。何回も。じゃあそろそろボールも見せてくれます。いや、やっぱりでもレウさんのあれがないと。あれレウさんの曲がないと。あ、でも今ゼルダかぶってねえから。じゃあ何がいいかな。なんかかっこいいの、かっこいいのがいい。じゃあマリオかな。マリオ？マリオか。じゃあドクターマリオがいい。頼む。そう、こんなんだな。ジュアル。きたー絶対盛り上がんないじゃあ何がいいんだよ。ポケモン。はい、じゃあタイプワイルドで頼む。タイプワイルドって何？タイプワイルドいつの間にか。ああはいはいはい、大丈夫なの？3、2、1。そこはもう分かんない絶対。じゃあ、じゃあ、ニャースのパーティーのやつ。え？ほら、青い、青いってやつだよ。それで人気出るか、それ。はっ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 。盛り上がったね。マジデブすぎる前のやつ。なんだっけ、ニャースのそれ。おいや、一人ね。え、できそうだね、声もね。やめてください。なんで褒めたじゃん。褒めてるのに。そう。褒められ慣れてないからね。じゃあ、下手。はだる。扱いづら。そうだ、扱いづら。大方に扱われる。うわー、なんかまたかぶった。ニャースかぶった、もう。ニャース。もう歌うしかない。はい。おやおい、静かな静かにゃ夜にはうまい。急に現れたと思ったら声カスカスやん。おいら一人でのやつ帰れるのかな。え、いけんじゃねえすか。あ、無理らしい。終わった。まだある、ラストチャンス。頼むー、頼むー。一発でまずここで弓をこのように成功させます。させます。はい、させました。ホントじゃん。よー、いくぞ。これはもう見せ場だ。これは確定演出。いくぞ。え、なんで俺が死んだだ。見せてくれよ最後に。違うぜ。あ、70秒、約1分。いや、いけるいけるね。これはいける。神風が吹いている。さあ、ちゃっかり鍵取りました。あ、イケメンになってる。行こう。お、もう鏡見れんわ。今は見れんの？見たくないね、これ。あ？え？やめろ。おお！あ！ノー！なあ！さあ、まずここで一発で弓を成功させません。あ、あえて溜める。グチさん、顔が。ナス。なんですぐナスってんだよ。本当だよ。はい、四つ。ああ。もうなんだかんだで抜けてたな。じゃあ呼んであげて、グチさん。今日は特別に。はい。ってことで、今回の脱出成功者はカテナリーさん、ネズミ、眠いさん、ジュンさん、ショコさん、ハルさん、コルペンさん、キョキシさん、マキさん、サンさん、ササソウさん、トマトールさん、オコジョさんでした。はい、ナイスー。間違えました。間違えました。間違えました。ない。絶対溶岩になるやつ。本当に間違ってんじゃん。本当に間違ったやつやん。